ーパーは東、スリーバック右から森、鈴木、藤原、アンカーポジションに岡澤を置いて、右のウイングバックは上原、左は光輝、インサイドハーフに富所と佐藤、そして白井と岩渕の2トップです。ゴールキーパーは田尻、スリーバック右から池谷、大野、富田、そして右のウイングバックは安藤、左に森川、ボランチは西村と薄井のコンビで、ワントップ浮田、ツーシャドウ忽那と三田を予想しています。今日風は琉球は向かい風です。追い風の中長野が攻める、向かい風の中琉球が攻めるという構図になります。佐藤がボールを奪いました。しかしこのパスが緩かったんで奪われて左足のシュート、これはちょっと大きくなりました。集中した対応を見せています。佐藤のパス、岩渕が受ける、光輝、雄心、白井も動き出す、光輝に出して、光輝のクロス、コックシュート正面、富所の右足でした。佐藤、白井も間に降りてきましたが、森は岡澤との右短いパス、上原真希と、ここ森川が前に出てボールを奪った、クスラが前を向く、上原真希とでボールを奪い返した、光輝、雄心、そして白井、白井のドリブル、大野後ろ向き、白井縦に運んで折り返した、岩渕、移設以降8試合ぶりのスタメン出場、期待に応えましたベテラン岩渕亮太の今シーズン初ゴールで琉球が先制。9年ぶりに琉球に戻ってきた岩渕の、琉球の選手としての久しぶりのゴールになります。このゲームでも先手を取ることに成功、得点に成功して1対0。おー、忽那の折り返し、左足振る、こぼれ球、薄いコントロールショット、スペース空いてるんで運んでスペースに出した、白井後ろへパス、薄い下げて富所、浮き球、矢渕、ボールを奪って、あと琉球が一気にシュートシーンまで作っていきました。試合に入った、矢渕が前、その後ろから富所、光輝、雄心、白井が打ってきた、今季7点目が生まれて琉球2対0、前半で2得点、長野との6ポイントマッチ。左サイド深いところです、安藤が対応、中に入れてきた、セカンドボール、佐藤中運んで、佐藤のシュート、森から上原真希と、上原のクロス、こぼれ球、右足打ってきた、富所、前半アディショナルタイム、ミスター琉球富所のホームゲーム3試合連続となるゴールが生まれて3対0、前半で琉球3得点。西村ドリブルでかましていく、オンプレーオン、裏に抜け出した浮田、右から安藤も走ってくる、浮田のクロス、鈴木が跳ね返す、次のクロス、あ、ゴールです。次のクロスから1点返しました長野です。ゴール決めたのは山中ですね。次のクロスがあって、その後ろからボールに合わせていきました山中。後半途中出場の山中レオの今シーズン初ゴール、流れを作り出しています。交代カードを切って少し変化が
ありました。琉球対長野、前に出ていきました。薄いです。深澤が追い返していく。真ん中で西村、西村浮き球のパス、森の対応、セカンドボール、次の左足、高木監督の交代、采配的中。山中で1点返して2点目は後半途中出場の杉井です。杉井の今季2点目で3対2。分からなくなってきました、今日の琉球対長野。もう1点欲しいところ、見どころ、後ろからヘディング、スライダー、トップに躍り出る今シーズン8点目。押し込まれた琉球ですが、セットプレーから追加点。パスで少しリズムを作り出そうという長野。インターセプト、平松奪い返した。薄い、右のスペース、黒石です。黒石のクロス、こぼれ球、山中、うまく反応しました山中レオ。攻撃的センスを発揮しています。後半途中出場、山中レオのゴール。今日2点目で再び長野が1点差。今シーズン5つの引き分けがあります。真ん中のパスは増谷がうまく対応します。三原のパス、平松、前は高木、平松運んで左足、高木、旗が上がってます。どのくらい時計、時間を見るか。佐々木主審スローイン、古賀が前、岡澤がキープ、上原牧人を前につける。ゴールキックです。ここで試合終了の笛。琉球対長野は4対3、ホームで負けない琉球、長野を破り今シーズン4勝目。